扉を開けられるのか。かつてこの軍事施設を発見し閉ざされていた扉を開けたのは名代だった。なんだと。剣王様、あれは…ここが扉のようです、剣王様。ここは、おそらく軍事施設。旧時代の遺物のようだな。そのようですな。まだこんなものが残っていようとは。しかしその遺物もうまく使えば新時代を切り開くこともできましょう。壁の向こうには水が湧き出ております。この資源を使えばここにあなたの居城を築くことも可能。我が波動の礎になるために待っておったか。ならばまずこの扉を開けねばなるまい。北斗総将派、我が奥義豪将派をはねのけるか。剣王様、ここは私が。なだい、何を。我が剣名と騎兵剣の極秘は陶器を雷に変化させ増幅し操ることにあります。この旧世界の危機の仕組みも我が剣によって乱せるかもしれません。見事だ、名代よ。どうやら地下から水を汲み上げているようです。しかもその原動力である電気もここで作られている。ならばその電力はどこへ。剣王様、あの塔へ行くぞ、名代。剣王様、これは…お待ちください。ここに伏せし者、あらゆる傷が癒され無垢なる肉体へと帰り、その清らかなる身をもって新たなる世界の神にならん。新たなる神が目覚めし時、神の殻は破れ天空に新世界を告げる槍が解き放たれん。これは核ミサイルの起爆装置だ。何だと。よいか、ナダイユ。ウヌはこの水と電力を使い町を築け。その町の統治者となってこの施設の正体を隠せ。では剣王様は。我が波動にこのような異物は不要。ナダイユ、必ずやこの施設を守り抜け。剣王様、
昔、父とそのようなことが。ラオウ、なぜお前がユリアを助ける？お前はユリアが欲しいのか？だがお前が世界を滅ぼすような危険を犯すとは思えん。答えろ、ラオウ。なぜそこまでユリアにこだわる？お前はユリアを一人の女だと思っているかもしれんが、ユリアには隠された真の価値がある。何？どういうことだ？貴様は知っておるか？ナント政権に語り継がれる究極の奥義を。究極の奥義？ナント政権108派、その頂点ともいえる奥義。その奥義の威力たるや天をも引き裂くと聞く。我が波動のため、この世の全ての剣を知り滅ぼす。それが剣王を名乗る我が野望であり本懐。だが、その奥義を体得するには、ナント政権直系の血筋、ナント最後の章が必要だと。俺はその章を探し続け、やがてたどり着いた。ナント最後の章、それがユリアだ。何？ユリアか？故に俺はユリアを生かした。ユリアはなんと究極奥義の鍵、この時代を握るための鍵なのだ。だがナダイがおらぬ以上、それも手には入らぬ。核ミサイルが発射される今、止める方法はただ一つ。命を奪うのみ。ケオ様、邪魔をするな、ケンシロウ。ナダイは生きている。何だと？知りたいなら俺の剣に聞け。なぜ？俺は何があってもユリアをあの場所から連れ出し、共に生きる。貴様はナダイが生きていることを俺に教え、あえて戦う道を選ぶか？ユリアのために、ラオウ、お前を倒す。お前の野望もここまでだ。ふん、思いやがる。いい機会だ。違いを見せてやろう。二人ともおやめください。これは俺たち兄弟の問題、口出し無用だ。ケンシロウさん、ここでは狭すぎる。山の麓まで来るがいい、ケンシロウ。そこで貴様との決着をつけてくれ。いいだろう。